滋賀まで気をつけて帰ってね。はい、これから滋賀ではなく奈良の方に。奈良の方、どこ行くの？ハリテラスまで。あ、ハリテラス下の水越峠を。はいはい。あのね、南半なの速度行くんやけど、いや、あっちの方からもうそのまま水越峠で、はい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 、で、大江戸の方抜けて、うん、水越峠だからトンネル抜けんと山道行ったら祈りの滝ってあるんだよ、うん、そこの水が美味しい。結構車ほとんど行ってないからワイディングロードは楽しめる。トンネルの手前右に入っていくね。うん、もうその水越峠の上抜けるから。あ、上を。めっちゃ空いてる。え、そんなトンネルの手前ね。手前は右曲がっていくね。うん、ほんならずっと抜けれるからね。まあ、もう道でまたそこまで同じところで。そうそうそう。ほんでまた下を下っていったらその出口のとこまで出るから。ちょっと時間あったら楽しんでおいで。了解です。ちょっとだけ待ってもらえますか。ごめんね。